海上自衛隊護衛艦加賀の F-35B 戦闘機艦載に向け、改修工事が進められています。艦首も四角へと進化しましたよね。今回は、護衛艦加賀は、建造時から F-35B 戦闘機艦載を見越して建造されているので、歯を考察していきますね。だからか。日本の防衛費に関しては、2022年12月に、安全保障関連3文書の閣議決定が行われたことを受けて、従来にない増額が打ち出され、2023年度以後の5年間の総額が、およそ43兆円にまで到達する予定が、既定路線となった。ここにおいて、日本の防衛費は、1年ごとに、徐々に積み上げが行われ、その最終年度となる2027年度にはおよそ11兆円となる見込みであり、これは、対 GDP 比で、ついに 2% を超過する金額となる、ことでも注目されている。逆に、直近の2023年度の防衛費はおよそ6兆8219億円と、先に挙げた2027年度に比すれば、まだまだ、絶対額としては少ないようにも感じられるが、それでも、前年対比では、1.26 倍を超える伸び率であり、これまでの最高額を更新している。こうした防衛予算の増額を反映し、海上自衛隊においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻等の艦艇数の整備が掲げられており、一別しただけでは、そこまでのインパクトは感じられないかもしれない。しかし、中身は、建造単価としては、海上自衛隊の艦艇の中で、最も高額なイージス護衛艦が2隻新造されるなど強化されており、隻数自体は、従来からの体制を保ちながらも、着実な戦力の底上げ、増強に向けた工夫が見て取れる状況だ。そうした海上自衛の護衛艦の中にあっては、最大規模を誇るヘリコプター搭載型護衛艦、DDH の2隻、1番艦、出雲と2番艦、加賀の航空母艦化に向けた改修工事にも、当然増額された予算が付与される形になっている。というのも、2022年夏の防衛予算の概算要求時には、これら、出雲と加賀の改修費用は、2023年度分は、およそ36億円が掲げられていたのだが、実際の予算では、52億円まで増額されており、防衛予算の増額が反映された形だ。これまでも、航空母艦化改修が発表された後の出雲、加賀護衛艦に対しては、2020年度におよそ31億円、2022年度におよそ203億円、2023年度におよそ61億円が投じられ、2023年度分まで含む、その改修費用の累計額は、およそ347億円となった。出雲と加賀の2隻の出雲、加賀護衛艦は、基準排水量が19500トン、満載排水量が26000トン、全長が 248.0m、最大幅が 38.0m、深さが 23.5m の規模を誇り、現行の海上自衛隊で、最大の大きさの艦艇である。出雲、加賀護衛艦は、この艦隊に、ゼネラルエレクトリック社製の4機の LM2500 ガスタービンエンジンを搭載する、コガグ方式となっており、最大出力で11万2000馬力、最大速力で30ノットの高速を発揮する。ヘリコプター搭載型護衛艦としての出雲、型は、回転翼の運用の場合には、最大で各種14機のそれらを運用可能とされており、全通式の飛行甲板上には、発着艦スポットとしては5箇所が設けられ、さらに、別途1箇所の駐機場所も確保されている。出雲、型は、回転翼機としては、
三菱重工業社と防衛庁とが共同で開発にあたった SH-60kg を運用可能で、これは対潜水艦戦闘や追艦戦闘も兵装によって可能な哨戒ヘリコプターであり、2005年から実戦配備が行われている機体である。いすも、片護衛艦は、全通式の飛行甲板の前部に、一機のインボード式、並びに、右舷後方に、サイドデッキ式一機の合計二機のエレベーターを備えており、前者が20メートル ×14 メートル、後者が15メートル ×14 メートルのサイズとなっている。これら2機のエレベータは、いずれも、耐荷重量は30トンとなっており、今後、航空母艦改修を終えた後に、艦載機とするロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型の最大離陸重量約 27.2 トンに、そのまま耐えうる。これは、いずも、片護衛艦が設計された当初から、将来的に、こうした航空母艦改の改修も、念頭に置いていたことを伺わせ、そうした拡張性を考慮しつつ、建造が行われていたであろう、担当者の軽眼には、頭が下がる思いだ。ただ、出雲、片護衛艦の一番艦である、出雲、は、2012年1月から、寄港が行われ、2013年8月に、進水を果たしたが、その年の3月に、日本の大手マスメディアが、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を報じる一幕があった。こうした報道を受けて、当時の小野寺防衛大臣は、その時点では、こうした F-35 ライトニング 2B 型を、出雲、片護衛艦が搭載する可能性については、全否定を行ったが、これが、いかに政治的にセンシティブな問題だったのかが忍ばれる。ただし、海上自衛隊の幹部で、海将まで務めた勝山氏からは、2013年の専門市場において出雲、片護衛艦は、今のまま収益を行っても、F-35 ライトニング 2B 型の運用は可能であるとの指摘も行われるなど、公然の秘密感は、拭えなかった。勝山氏は、すでに、この時点で出雲、片護衛艦は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした場合、他の回転翼機と合計で、十数機の搭載が可能と予見し、さらに、艦首部には、重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプの追加設置は困難と指摘していた。これらの指摘は、いずれも、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が進む現在では、ほぼ的を得ていたことが、明らかとなっているが、現在でも、日本政府は、F-35 ライトニング 2B 型の常時の艦載機は行わず、任務の必要性に応じるとの姿勢を示している。こうした経緯をたどりながら、日本政府や海上自衛隊が、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修を、本格的に公式に始動させたのは、2016年末からで、同艦建造元たるジャパンマリンユナイテッド社への、その研究が委託されたことによる。ここでは、F-35 ライトニング 2B 型や各種の無人航空機等の固定翼機を、出雲、片護衛艦で運用するための模索が行われ、翌2017年末には、その方向を、規定路線として、大手マスメディアが報じることにつながり、具体化されていった。そして、さらに、翌年の2018年末の防衛計画の大綱及び、中期防衛力整備計画において、その実施が本決まりとなり、出雲、片護衛艦は、航空母艦化改修が完了した後も、従来と同様の複数の任務に従事すること、憲法に反しない存在であることが、打ち出された。これは、日本国憲法に照らし、
そこで保有が禁じられている兵器の具体的な例として、これまでの日本政府は、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦を挙げていたことへの整合性を示す必要に迫られたゆえだろう。出雲、片護衛艦は、航空母艦化改修を完了しても、攻撃型の航空母艦には当たらないとの公式見解を日本政府は示したわけではあるが、そうした政治的な判断は、未だ、野党からの多くの批判にさらされており、格好の攻撃材料にされてはいる。さて、実際の航空母艦化改修であるが、一番艦の出雲は、2021年6月までに、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所内の磯子工場で、第一次の大規模改修を終え、全通式の飛行甲板への耐熱加工と、誘導灯の追加等が行われている。出雲は、2024年度に、次の大規模改修が予定されており、上から見た艦首部分の形状を、現行の台形から、スクエアな四角形に拡幅する工事が施されるものとされ、完了するのは2026年度となる見込みである。一方の、加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所のドックで、改修工事を施されている最中であり、全通式の飛行甲板の耐熱加工に加え、艦首形状の変更も、2023年度を目途に行う予定である。残りの航空母艦化改修も、加賀は、2026年度と2027年度に分けて実施されるとみられ、やはり、すべての改修工事が完了するのは、一番艦である、出雲の方が先になるという、スケジュールが組まれている。